皆さんこんにちは。今年の冬、モルヌジに雪が多いです。雪の景色を眺めにオリンピックへ行きます。オリンピックは毛利公園であってスポーツセンターでもあります。スキーの道具を借りて久しぶりにスキーをしようと思っています。間にアイスリンクもできていますから、アイススケートもしてもいいです。スキーの後でスノーチューブを借りてみました。楽しかったです。1900平方メートルの面積の公園にいくつかのコースがあり、夏は自転車、冬はスキーを楽しむことができます。特別な散歩コースもあって、それを歩いている間自然を鑑賞できます。散歩の途中、面白いものがたくさん見れます。例えば樹齢400年の大奥、300年の松、清水の泉などです。川岸にも出ることができます。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。